どうしたんだ？一体何があったんだよ。話してくれよ。マジでヤバいんだ。水臭いじゃねえか。言ってくれよ。まだ信用してくれてねえのか。そんなわけじゃなくて、実はな、あの後お前たちと別れて俺一人で中国人のやってる闇金融会社に襲撃かけたんだ。で、闇金事務所をやっていた東城会の戸田ってヤクザを殺しちまったみてえでさ、それを東城会幹部の久喜ってヤクザに見られちまったみてえで、そのまま久喜組のやつらに拉致られちまった。それで久喜組のやつらに拉致られて、そしてドラゴンヒートっていうカムロ町の地下闘技場で戦う羽目になっちまった。それだけじゃねえ。そのドラゴンヒートで俺が10連勝したら戸田殺しのことはなかったことにするって言われたんだ。でももし負ければ俺は警察に売られるかヤクザに殺されちまう。警察も俺のこと追ってる。少年課の竹中が俺のことを嗅ぎ回ってやがる。しかも俺はこの前殺したはずの戸田の姿を見たんだ。戸田が死んだってのも嘘かもしれねえ。もう訳が分からねえんだ。誰も信用できねえ。それで追い詰められてて、天馬、お前のことも疑っちまってたんだ。でもとにかくここで警察に捕まるわけにはいかねえ。ドラゴンヒートで10連勝するか、戸田が生きてることを証明するまではな。マジかよ。それで竹中から逃げてんのか。ああ、さっきも竹中はお前の店まで俺をつけてたんだ、きっと。だからあそこにいたんだよ。待てよ、戸田達也がやっちまったって男の名前戸田って言うんだろ。ああ、それがどうした。戸田、あ、竹中が言ってたやつだ。あ、何を言ってた。いや、大したことじゃないんだけど、お前の居場所を聞かれた時、その戸田って男のことも聞かれたんだ。え、じゃあ俺だけじゃなくて竹中は戸田のことも探してたのか。そうなのかもな。で、今何連勝なんだ。え、ああ、5だ。あと5つもある。いつもギリギリの勝負だ。何言ってんだ、達也らしくねえぞ。俺が知ってる達也は無敵だぜ。昨夜未明、埼玉県の秩父山中で男性の遺体が発見されました。携帯していた遺留品から、この男性は東京神室町で飲食店を経営する戸田直樹さん40歳と見られます。頭部に致命傷と思われる打撲痕が見られることから、警察は殺人と断定し捜査をしております。殺害された場所や時間はまだ判明しておりませんが、警察は被害者の立ち寄り先などを捜査するとともに犯人の特定を急いでいます。